さあ今月も始まりました一体感マイ FC なんですが、いいですか、ここどこです、しかもまっちゃんいなくないですか。今回の一体感マイ FC は企画が煮詰まった結果、湯原さんのアイデアをいただいちゃいました。一体感マイ FC ということで、いわばクイズに挑戦。マイ FC に関する問題を5問出します。難易度はレベル1からレベル3まで。難易度を決定するのはリフティングの回数、5回成功で一番簡単なレベル1、3回成功でレベル2、2回以下はレベル3になります。ちなみに5問中4問以下の正解になった場合は罰ゲームが待っています。では行きます。リフティング苦手なんだよな。よし、ターン。ああもう一回死なせば逃げる。もう一回。いや私目標3回なんで行きます。勝手にルールを変更した挙句がこの結果、最高難易度レベル3に挑戦してもらいます。ではまず第1問、じゃん。この選手の口癖、好きな芸能人は。この選手ってちょっとひどくないですか。鈴です。鈴木翔太選手です。口癖、結構これ難しくないですか。口癖はあれですよ、ホームページに書いてあります。だら、藤枝出身なんでね、だらです。で、好きな芸能人は、私これ共感したんで覚えてるんです。田中みな実さん。正解、1問目ゲットです。第2問、ダン。この選手の、もしサッカーをしていなかったら、自分の性格、最近一番驚いたことは。みちょぱの。待ってください、私ここ全然わかんないかもしれない。もしサッカーをしていなかったら何をしていたかってことですね。大工わかりません。第3問、ダン。このコーチの名前、生年月日は。はい、石井貴則コーチです。で、私の11個上なんで、1980年の4月1日。よし、第4問、ダン。このマスコットの名前、趣味、長所は。名前は余裕じゃないですか、蹴っ飛ばし小僧です。で、ちなみに蹴っ飛ばしの飛ばしは漢字じゃないですかね。はい、で次、趣味。趣味は、でもやっぱマイ FC のキャラクターなんで、静岡館、藤枝館、お茶をすすりながら富士山を眺める。で、長所はあれなんですよ、人に優しいみたいな感じなんですよね。見た目が怖い割には優しいみたいな。正解、正解。ラスト5問、でれん。この選手の得意料理、ヘアスタイルのこだわり、口癖は。いや、まっちゃん私の師匠じゃないですか、これは落とせないですよ。
ヘアスタイルのこだわりは多分自分でハゲって言ってたからとおでこが目立たないスタイル、ハゲが目立たないスタイルです。ありがとうございます。ディスりじゃないですよ。はい、次、口癖は連呼してる。ファイナルアンサーで。こちらです。よし、よかった。最後、得意料理。あれ、塩焼きそば。ファイナルアンサー。違ったっけ。あれ、誰か絶対いた、塩焼きそばって。師匠ごめんなさい、間違えちゃいました。というわけで、5問中3問しか正解できませんでしたが、湯原さんどうでしたか。まだまだ勉強不足だってこと分かったんですけど、でも MyFC 愛は本当に強いので、その熱意だけは伝わればいいなと思います。で、失敗したので罰ゲームがあるらしいんですけど、私もちょっと何やるか分かりません。後日発表します。